来たことなかった北中グスク。こんにちは。こんにちは。10月31日水曜日、94回目の放送になります。今日も元気に近所と松村がお送りする番組、来たことなかった北中グスク。この番組は水曜日と土曜日の1時30分から2時までの30分間放送しております。テーマとしては、北中グスクに関連する魅力的な人、物、こと、イベント等を紹介しており、土曜日は生放送フリーでお送りしております。またラジオを聞き逃した方にも、公式 Facebook ページにて番組の動画を配信中。検索方法はカタカナで来たことなかった、漢字で北中グスク、グスクはお城の城と書いてグスクと読みます。 Facebook ページでコメントかメールでメッセージをお待ちしております。メールアドレスは radio.kitanaka@gmail.com、ラジオドットキタナカット gmail.com までお寄せください。よろしくお願いします。テンション高いですね。そうですか。まあハロウィンハロウィンですからね。そうですね、ハロウィンですかね。もう松村さんね、この仮装グッズも持ってきて、こんな感じでやってます。はい、こんな感じってラジオでこんな感じって言ってね。はい。あの百均の真っ白なマスクをかけてるんですけど、マスクに収まりきらないというね。収まりきらない。非常事態が。はい。もう百均の枠を超えてしまってるね。やっぱ300円ぐらい出した方が良かったですね。足りなかったですね。まあ10月31日でハロウィンですのでね、はいはい、皆さんまた楽しんでもらえたら。そうですね。はい。市民みたいな感じですかね。そうですね。年一の。年一のね。なんかハロウィンの文化ももうね、盛り上がってきてますよね。もうね、すごいですよね。なんかあのみんなコスプレするじゃないですか。どこだっけ、渋谷だっけ、交差点、はい、もうすごいですよ、毎年すごいみたいな。あれもう僕も5年渋谷で勤めてたんですけど、うん、もう毎年毎年もうひどくなってくるんです、もうなんか血まみれの女みたいなのが電車普通に乗ってたりするんですよ。これもう事件なんじゃないのかなと思うぐらい結構ね、危なかったです。あれだよね、そこに現れたのが DJ ポリスだったよね。あ、超懐かしい。それなのかな、うん、ね、あ、日本の、あ、まあいいや、そういう感じで、そういう感じでね、まあ、はい、沖縄もね、徐々にね、北谷を中心に盛り上がってきたり、はい、この仮装も楽しむのはいいんですけど、はいはいはい、まあ、できたら迷惑かけない程度に難しいですね、楽しんでもらえたら、はい、はい、お願いしたいと思います。はい、先週の土曜日もたくさん告知させてもらったんですけど、はいはいはい、ちょっとまたおさらいというか、もう一度告知しましょうね。 お願いします。はい、11月の9日10日そして11日の金土日、はい、朝10時から夜の8時まで、まあ、日曜日は7時までなんですけど、イオンモール沖縄ライカムの2階アースコートにて、北中グスク村と岩手県くずまき町との合同物産展を開催するということで、いよいよですね。そうなんですよ、今年で姉妹町村30周年記念、あの記念ポロシャツとかもね、作ってたりするので ね、いろいろ、うん、何枚ぐらい、もう1000枚いっちゃう、いっちゃいます、いっちゃいますね。合同で募集してるので、もう相当な枚数が。そうなんですよ、ぜひ皆様チェックしてもらって、ネットからも注文ね、はい、そうですね、まだもし欲しい方はね、うん、できたりですね、はい、お願いします。このそして合同物産展中の11月の10日、はい、中日ですね、中日で、はい、北中グスク村伝統芸能交流フェスティバルということで、うん、あのイオンモール沖縄ライカムの1階、水槽前って言ったら分かりやすいのかな、うん、そうですね、水槽前にて、この北中グスク村の伝統芸能、獅子舞であったり赤木な節であったりペーヌ島を披露しながら、そしてなんとくずまき高校から郷土芸能部、おくずまき神楽、神楽、神楽って見たことあります？見たことないんですよ、ね、ただこのフェーヌ島の映画作ったじゃないですか、うんうんうん、この映画作った理由、うん、この何年か前に神楽のその映画、うん、神楽目っていうのができたことがあって、
僕らも映画作れるんじゃないって言ってフェンスの映画作ったんですよね、うん、あなるほど、はい、なんで神楽にはすごい縁があるんですよ。はあ、じゃあこの伝統芸能っていうくくりで今回やるんですよね、はい、そうですね、はい、両町村のね伝統芸能、なんと金城と松村もね、はい、オープニングの幕開けで幕開けから三振とあとサンバ3つの板と書いてサンバサンバやったことあるんですか？ないですもうでも今2ヶ月ぐらい練習してますね。ねもうバッチリですよねあの先生から褒められたりもするんですけどあのだんだん自信がなくなってきますよ逆に自信がなくなってスランプに落ちて、はい、やばいです今まあそういうことで11月もイベントをどしどし、はい、行っていくんですけど、北中ぐすく祭り、はい、あったじゃないですか、うん、潮祭ですか、ね、あったであったじゃないですか、はい、あったでね、うんはい、でそこの隣に潮祭市場もリニューアルオープンしますよって言って、はいはいはい、そのアンテナショップですよね。そうそうそう、こちらでまた告知もさせてもらって、うん、でこのリニューアルオープンと同時に新メニュー、おかき氷とスムージーも販売するということで、僕ね当日にかき氷とスムージーこの、 あの2種類ずつあるんですよね味がね、はい、でちょっと雨降っててその日は結構、はいまあ、寒かったって言ってたらね、うん、すごいそんなに暑くなかったです。冷えたよね、うんうん、もうね店長が悪い顔してるんですよねお前やるだろうとそうそうそうやるだろうと全部行くだろう行くだろうとお前の体型で全部行けないわけがないだろうって全部食べましたね食べて飲みましたよ。あれ僕遅れてから行ったんだけど、はいはいはい、苦戦してたよねまだあるんですよまあでも全部完食しましたからね。美味しかったっす、はい、そうですね美味しかったです。あ、うん、ちょっと今日はこのリフォームの話と、うん、この新メニューについてちょっとお話聞いていこうかなと思って、はいはいはい、今日はゲストさんを来てるんですか3名の方お越しいただいてますのでお話聞いていこうと思います、はい、それではよろしくお願いします。こんにちは。はいじゃあ、はい、自己紹介じゃあ店長の方から。はい、噂の店長からじゃあ、はい、お願いします。潮祭市場店長の伊佐博史です。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして、はい、地域おこし協力隊の安本さよです。よろしくお願いします。お願いします。そして、DIY をお手伝いしましたアート&クラフトの塩谷と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はこのリフォーム。そして店長の方で新メニュー開発ということで携わった3名の方にお越しいただいてて、まずこのリフォームするに至った経緯をちょっと安本さん教えてもらいたいと思います。はい、もともとは、うん、私企画振興課にいるんですけれども、うん、農林水産課の方からちょっとご依頼をいただきまして、うん、まあ、唐突に刷新する計画が始まりました、うん、はいはいはい、はい、で私は本当に紙のデザインしかできなくて、うん、まあ、潮祭市場リニューアルしてデザインしてくださいって言われたんですけれども、うん、どうしようってなって、うん、でたまたまプライベートで、スパイスモーテルのリノベーション講座に先週ぐらい、その1週間ぐらい前に行ってたんですけど、うん、それで出会った塩谷さんがおりまして、うん、あ、ちょっとお願いできないかなということで、うん、ちょっと無茶ぶりでお願いして、うん、で、塩谷さんを、うん、アドバイザーとして迎えることになりまして、奇跡的に、はい、でこのリノベーション計画がスタートしました。はい、はい、でこの縁あってね、スパイスモーテルの塩谷さんと出会ったということで、塩谷さん、はい、スパイスモーテル、ごめんなさい、僕ちょっとまだ行ったことなくて、はい、ちょっとどういったところか教えてもらいたいんですけど、はい、場所は北中城の喜舎場になります。住所は喜舎場、はい、スパイスモーテル沖縄っていう名前で、うん、ホテルを運営させてもらってるんですけど、うん、建物が、1970年に、新築された建物で、うん、もうすぐ築50年ですね、うん、の、まあ、もともと自動車ホテルという名前の、はいはいはい、車で乗りつけるようなホテルだったのを、まあ、リノベーションしまして、うん、で運営まで、はい、自社でやらせていただいているというホテルになります。じゃあこの運営もしながらリフォームをされているということのお話を聞いて、安本さんからこのアンテナショップの リノベーション リノベーションか、はい、を行っていったということで、実際どういった工程があったのか、じゃあ店長からお話を聞いてもいいですか。まず、はい、店内にあるものをどかしの、うん、
床剥がしの C ので壁塗りの塗りのでそれからですね、あとはあのもろもろ DIY する資材を買いに行って、うん、そこからもう仕上げにチャー作りですね店長は外国の方ではない日本の方ですか？あの日がのぞみちゃん呼ぼうかさっき覚えた言葉こんないろんな工程があってってことで、一番大変なとこ、安本さん一番大変だった工程ってどんな工程ですか？大変だったのは、うん、まあ、作業的には本当にあの床を剥がしで、うん、その接着剤を、うん、このカッターみたいなんでみんなでこの削り取る作業があったんですけど、うん、それがやっぱり一番大変でした、うんうんうん、でも、みんなに手伝っていただいて、うん、協力してやりました、うん、なんかね、もともとなかったイートインっていうんですか、はい、カウンターも手作りで作ってたみたいなんですけど、あれはもう想定内の仕上がりで、まあそうですね、はい、私一人では全然できなかったんですけど、はい、まあ、ちょっとカフェみたいにしたいなっていうのはもともとやりたかったので、はい、やりました、はい、すいません、すいません、緊張してます、緊張してます塩谷さん、このなるべく自分たちでこのリノベーションしたいなっていうのも一つコンセプトにあったみたいなんですけど、はい、やっぱ皆さん素人じゃないですか、はい、動く側って、どんなでしたか、このスピード具合って。あ、スピード具合、まず、まあ、スピードというかその最初に安本さんの方からこんな風にしたいっていうイメージのパースみたいのがありまして、うん、で、まあ、そこからただ、まあ、どうやっていいかわからんという話からだったので、まあ、こういう素材を使ってこういう風にしていきましょうというところからですね、あとは、まあ、工程ですね、段取り組んで、うん、この日はじゃあ何人来るんで床みんなで剥がしましょうとか、そういう流れでみんな助け合ってやっているので、結構スムーズにいったのかなと、はい、思ってます。すごい。じゃあ最初のイメージ図と完成後、安本さん何点ですか？私超気分屋で、はい、イメージ図書くんですけど、はい、途中でコロコロ やっぱりこうしたいなとか、やっぱこういう風にしようとかすごい変わるんですけど、うん、なんか最終的にイメージ図通りになって、なんか自分でもびっくりしてて、うん、まあ、80点ぐらいで、おー、いいですね高得点すまへんすいません、口癖なんですか？はい、じゃあそんなリノベーションがもうスムーズにいってイメージ図通りに完成して、この詳細市場なんですけど、またこのリノベーションと同時に新メニューの開発、店長さん行ってたってことで、どういった商品が完成したのか教えてもらいたいです。まずスムージーですね、はい、王道のグリーンスムージーと、うん、あとフルーツのみを使ったフルーツスムージー、うん、でかき氷が、パッションフルーツのかき氷 と、グアバのかき氷ですね、はい、これも一応村内さんのものをなるべく使用して、うん、で11月から新メニューとして、うん、クガニ芋のかき氷を やりたいなと思ってます。いいですね。この新メニューってやっぱ大変だったと思うんですけど、はい、どういった苦労があったかちょっと教えてもらえないですか？まず原料確保そうですね、これが決まらないと作れないっていうのもあって、うん、まあでも、ね、季節季節であるものをこのかき氷のシロップにできたらいいなっていうので、うん、とりあえず市販のかき氷シロップは、うん、最終手段として、なるほどなるほど、まずは手作りのメインはそうですね、はいはいはい、そんなようなものでできるシロップでやっていきたいっていうのが一番なんで、うん、そうですね、すまへんなんかかき氷もなんていうんですか、昔のザラザラしたかき氷ではなくて、このふわふわ感を出したいということで新しい機材も入れながら、そうですね、全然違いますね、食感、うん、滑らかになるので、うん、本当にシロップと混ざるといい感じです。
なんかこのスムージーかき氷作るにあたっていろんなとこ食べに行ったりしたんですか？僕自分が行ったのはどこでしたっけ、あっちらへん那覇とか、あ違う宮城島、あ違う池島とか、はいはいはい、ルワンでした。うーん、あっちでファッション食いましたね。あのおしゃれなとこ、そうそうそう、うん、お腹を下すっていう感じだったんですけど、で、うん、パートさんとかは、うん、女さんとかちょっとカンナとかですか、ああいうところに行っていろいろとリサーチをしてきたみたいですね。安本さん食べました、かき氷とかスムージー？そうですね、私スムージーとかよく道の駅とかで食べるので、あ飲むか飲むので、はい、いろいろ知ってはいたんですけど、はい、でも潮沢市場のスムージーもすごい美味しく仕上がっているので、うん、びっくりしました。おお、じゃあこれも当初のイメージ図通りということでそうですね、はい、ちなみに何点ちなみに何点でした、スムージーかき氷は？わし、あえわしわしスムージーは、はい、うん、じゃあ85点ぐらい。おお、かき氷はうんと、じゃあ80点ぐらいです。すいませんはい、じゃあ塩谷さん、この完成後リフォームしてからの後ってお店に行ったりしてますか？あ、行きました。どんなでした雰囲気？あの祭りの時ですね、行かせていただいたんですけど、はい、お客さんもいっぱい来て行った時は皆さんなんか楽しそうに買い物されてたので、ああ良かったなと思いました。うん、なんかここ最近はこの大きな台風があって、このお店の中ちょっと野菜がなかったりして、出張販売の方もねできないという状況があったりするんですけど、今後野菜もいっぱいたくさん入れながら、でまた中でお食事もしていきながらということでやってもらいたいという潮沢市場なんですけど、店長今後なんかこういった食べ物も置いてみたいなとかってあったりしますか？自分は一応ホットサンド推しなんですけど、おまだやるかは分かんないし、一応かき氷も、うん、ぜんざいとか、うんうん、そういうのもやっていきたいっていう声は従業員の中からあったので、うん、ちょいちょいメニューを増やしながらやっていこうかなとは思ってます、うん、かき氷ってもう年中置いてるんですか？氷がある限りやり続けましょう。お、冬も？冬も。お、いいですね。じゃあ11月からクガニも発売予定ということで、ぜひたくさんのお客さんに来ていただいたらいいなと思います。そして広報北中城の11月号にこの潮沢市場新メニュー始めましたというタイトルで、たくさんのこの今お話伺ったリフォームプロリノベーションプロジェクトの様子もたくさん、はい、ありますので、はい、今 Facebook では安本さんがページを開いてもらってます。安本さん、この広報担当でやってくれたんですけど、はい、この広報ってどこに行ったらもらえるんですか？広報は基本的には自治会に入ってるとお家に配られるんですけれども、まあ、入ってないとか、ないっていう方は、うん、イオンモールライカムとか、うん、特集会病院とかにも置いてますし、その他そんなにも各所置いてるので、うん、ここに載ってるんですけどはい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 、はい、ちょっととか、ね、役場にもありますので、うん、ちょっと一旦チェックしてみてください。役場とか、はい、あやかりの森とか超古民館とか、はい、その他たくさんの郵便局にもあるんですね。そうですね、郵便局にもあります。うーん、いろいろあります、はい、じゃあポストに入らないよって方はこういったところに受け取りに行って、はい、また今の候補、今のっていうさ前から広報見てるんですけど、今とってもカラフルですよね。ありがとうございます。雑誌みたいな感じでとっても見やすくなってますので、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします潮沢市場にも置いてます。あ、そうですね、はい、潮沢市場一度お尋ねいただいて、はい、でまた潮沢市場の Facebook の方も今たくさんの人に見てもらってね、店長、はい、その記事も店長がアップしてるんですか？いや、僕はほんのたまにぐらいです。
ほんのたまに。あとあの地域おこし協力隊の太田くんが、おお、太田さん常に毎日ぐらい上げてもらってるので、ね、うん、ぜひ皆さん見てください。あ、いいですね。はい、じゃあもうそろそろお時間が来そうなんですけど、この新メニュー、ちょっともうこのラジオの中でちょ料金のご案内とかもやってもらえたらなと思うんですけど、かき氷、はいはい、パッションフルーツグアバ、今現在発売中の2品、パッションフルーツはおいくらですか？パッションフルーツは750円、はい、グアバが650円、はいはい、新メニューのクガニ芋が700円、うん、スムージーですね、はい、グリーンスムージーが350円、はい、こちらは小松菜と豆乳と、うん、リンゴが入ってますね。おで、フルーツスムージーが、はい、400円で、はい、パイン、桃、ヨーグルト、うん、とか使用してます、はい、はい。とても美味しいのでぜひお越しください。じゃあ最後にですね、塩菜市場の営業時間と場所とご連絡先お願いします。ですね、はい、住所が北中城村のあった2070-7で、はい、県営団地の裏手ですね。そうですね、給食センターの横、はい、漁業組合の向かいになります、はい、でお電話番号が、はい、989-3011、はい、で営業時間が10時から6時で、お休みが日曜 と、ウークイ、お盆のウークイと12月30日から1月3日までとなってます、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。その他不定休がちょっとあるので、うん、そちらはもう Facebook とかそういうのを SNS に発信しますので、うん、そちらの確認はお願いします、うん、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ安本さん、はい、なんか最後に一言ありましたら。はい、塩菜市場は本当に地域おこし協力隊としても前々からちょっと雰囲気は変えたいなと思ってたので、うん、今回本当にこういう形でイメージ変えられてよかったと思ってます、うん、でもこういうご縁もあって、うん、本当に奇跡やなと思いますし、うん、もう今後もこういうことご縁を大事にして頑張っていきたいです、うん、おかっこいい言葉いただきましたね。さすがですね。はい、そして最後に塩谷さん、まあはい、お店の紹介、あ、自分のアート&クラフトの紹介であったり、この、はい、まあ、最後にですね、一言いただけたらと思います。はい、北中城村のスパイスモーテル沖縄っていうホテルやってまして、まあ旅行者だけじゃなくて県内の方も気軽に利用していただけたらと思っております。カフェ利用のみでも利用いただけますし、まあ、いろんなスパイシーなイベント募集ということで今やってるんですけど、いろんなイベントですね、場所貸しみたいな形で場所を使っていただくことも結構ですので、またその際はお問い合わせいただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。このお問い合わせの方法ってどういったのがありますか？もうインターネットでスパイスモーテルと調べていただいたら、はいはい、ホームページ飛びますので、うん、はい、それで見ていただけたらと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。それでは本日ゲストは塩菜市場店長の伊佐博史さんと地域おこし協力隊の安本紗友さん、そして株式会社アート&クラフトの塩谷正弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、いいですね。フレッシュなお話が聞けて。フレッシュでしたね。リノベーションのね。はい。松本さんもなんかリノベーションしたことありますか？リノベーションはないですね。ないですね、はい、ちょっとだけお手伝いはしたんですけど、その塩菜市場、うん、どういった作業？あれですね、ローラーにペンキつけてこうベタベタと、あ、剥がしいのの後、はい、後だったんで塗りのとこね、楽ではあったと思うんですけど、はい、もうそこ残ってるやーつって怒られた、怒られながらやれました、ね、でもなんかちょっとこんなってリフォームとかリノベーションとか関わってたら愛着も湧いてきますね、うん、そうですね、うん、で今回メニューを結構紹介させていただいたんですけど、まあ、メニューこのどんな、絵というかね、うん、イメージかなっていうのだったりとか、うん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 、あとそのリノベーションの具体的なその工程、はいはいはい、今結構口頭だとちょっと分かりづらかったと思うんで、ぜひねこれ来月号のこの広報の方にね、うん、詳しく写真で載ってますので、うん、ぜひこちら見ていただきたいなと思いますね。でそして店内のリノベーションもあったんですけど、うん、店外もね
お店の周辺、うん、このピロティ的なお食事どころかな、潮風浴びながら食べれるよっていうところもウッドデッキでね。そうですね、雰囲気がガラリと。前まではなんかちょっとテーブルと椅子があったんですけどね、なかなかこのちょっと入りづらくはないですけどね、うん、でもだいぶウッドデッキがあることでね、うん、この外から車で見た雰囲気も変わったし、いいですよね、中に入ってみても変わったっていう。ちょっとね、台風であの怪我しましたけどね怪我したね、ウッドデッキさんがちょっと怪我しましたけどね、はい、今治ってるんですかね。はいはい、ね、治ってます、ね、とあと、風よけのやつも骨折して骨折して台風の影響ね、やっぱちょっと海の近くなんでね、もろに当てますからね。そうなんですよ、台風大変だったみたいですね。でもね、この晴れてね、天気いい時とかね、うん、海本当に綺麗に見えますからね。あ、そう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 、海見ながら、ちょうどこのカウンター設置してくれたところって、はいはいはい、大きな窓あるじゃないですか、はいはい、あの窓から今回のこの潮騒祭りの時、この県外から来たお客さんが窓に座りながら、かき氷食べながら、うん、まあその時天ぷらもあったんですけど食べてやってたら、ちょうど花火が上がって、うん、あの窓から見れたんですよ。おでもこの神奈川だったかな、来たお客さんはもう今日は特別な席に座れたねって喜んでました。なるほど、これもね、このリニューアルの雰囲気がなかったらできなかったですからね。そうです、中に椅子もなかったですからね。ないです、うん、またあっちもともと閉まってたからね窓ねなのでもうこれからね、毎週土曜日は花火あげてもらってね、店長に店長にね新メニューもなんだけど花火もあげてもらうっていう、ちょっと窓の近くで簡単な打ち上げ花火あげてもらってこの花火が見えないと、物が見えないと、うん、まあそういった感じで潮騒市場でリノベーションしまして、はい、とっても雰囲気もガラリと変わって、美味しいフードもね、本当今まで行ったことない方はぜひね、行っていただいてね。あ、ぜひぜひ、はい、でこれからの季節また野菜もたくさん来ますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います、はい、それではまた土曜日お聞きください。ありがとうございました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 。終わってます。と思いきや、わかんない。はい、ありがとうございました。そのさんでした。ありがとうございました。